長くだらだら読まれないと思った方がいいです。で、本当に興味があるファン、あなたのファンになっている人だったら別なんですけども、流し見なんですよね。なので、もうコンパクトな LP っていうのが今の主流になります。で、SNS で販売したいですと、有料動画販売したいですと、あと販売促進、SNS で販売する場合の販売促進の事例とかですね、効果について聞かれてます。まあ、この辺はですね、公式 LINE の方で、ネットメディアをですね、運営したい方向けのですね、情報発信で僕ずっとしてるんですけども、こちら見ていただければ、無料で登録できますので、見ていただければと思うんですけども、有料動画販売したりとかですね、っていうのは、これからもどん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 増えていくと思います。で、動画っていうのはですね、いいのが、いつでも好きな時に見られるってものですよね。で、これからの一応ネットビジネスの大きな流れとして、やっぱり人の時間を奪うっていうですね、拘束するものっていうのは厳しいと思った方がいいんですよね。なので、YouTube のですね 動画のようにいつでも見れる、いつでもやめれるっていうものだったりとか、オートウェビナーっていう形で自動的にオンラインセミナーを再生させる仕組みっていうのがあるんですけど、これは一応相手が選べますので、そういう形のものをするといいです。